このチャンネルは日本のどこかに住んでいるタイダーの双子の兄弟がいろいろなゲームをたまに友人を呼んだりしながら自由気ままに実況しているチャンネルだ。果たしてこの兄弟が成長するときはいつ来るのだろう。はい、どうも皆さんこんにちは、アリトマ兄弟のアリトマと弟の弟トマです。はい、ということで本日からOnX も並行してやっていくよ。遅いよ、拍手が遅いよ。というわけで、まあ本日ね、まあ出したコミュニティをまあ見ていただければもう分かる通りっていうか、はい、本当にまあ見て、まあ、いただいた方がまあ分かりやすいんですけれども、ちょっと我々ツボ男のセンスが壊滅的すぎてですね、このまんまだと、本来であればね、この青鬼 X はツボ男が終わった後に実況する予定だったんですけれども、このまんまだとちょっとクリアすら危うくないかっていうことでですね、で本日からやるんですけれども、なんとこの青鬼 X ですね、青鬼史上初の、はい、分岐があります。ストーリーに分岐があります。要は我々がする選択によってこのヒロシたちの運命は変わるらしいです。まあ、いや、ノーマルだな。イージーはちょっとさすがに怖いんだけど。これまでさ、なかったよね。初めは本当に軽い気持ちでした。なんかさ、わかる、取り調べ受ける犯人みたいな、さ、こうなるとは思ってなかったんですみたいな、はい、この後にあんなことが起きるだなんて思ってもいなくて、大正解、お前予想は当たるやないか。なんだ、ただみんなと楽しい思い出が作れればくらいに思っていたのです。ほう、青鬼3は確か修学旅行の多分途中だったんだけど、今回はまあ何かがちょっと分かんないですね。学校、いつものメンバーやん。ほう、なんかちょっとさ、会話の進むやつも変わってるよね。お、これでみんな育ったの。お、実は俺とたけし2人で動画配信始めることにしたんだ。お、タクロいいじゃん、仲間だぞ。はい、な、たけし。お、そこで有名配信者になるために心霊映像を撮りに行きたいんだが。ちょっと待て、はい、肝試しスポットですか。お、まあいいや、とりあえずね、新キャラ来ました、千歳。はい、配信者デビュー。ほう。そんな学校で話すことじゃなくない？さすが拓郎、センスある。お前食われろ。また食われろ。幽霊停留所？廃村？無駄か？いいぞ。思ってたより遠かったな。何もない。わかりやす。操作できないんだけど。おい、みんな俺を置いていくなよ。はい、ということで、まあ始まってまいりましたよ。で、まあとりあえずセーブしましょう。いや、待って、俺にはわかるぞ。ここなんかあんだろ。何ここ、ほら。っていうかさ、なんか俺の気のせい、なんかよりなんかさ、その作画がめっちゃ良くなってるよね。まあいいや、ちょっととりあえず進んでいきましょう。ねえ、違うよ。あの、そだまめさん。こんにちは。こっち向くの？嘘だ。ちょっと待て。来るでしょ、これ。来てないし。来るでしょ。来るんじゃないの？ほら。来なかった。お、うわ、トンネルだ。待って。じゃあもう帰るのはもうノリが違うみたいな。はい、ということで、まあやってまいりました。村長、お、っていうかさ、なんか よくよく考えたらさ、これ、これ廃村っていうか、なんかこいつら服装がみんなおかしいよね。音、金がない。全裸っぽいよね。宿屋は西の方に1軒ございます。で、ね、なあ、家ちっちゃくね。テレビの音が小さく聞こえている。赤ちゃんの泣き声が聞こえる。お、なんかすげえ、超スマートだ。ぬるやべえ、めっちゃいいじゃん。ここ説あるの。お、いやいや、もしかしてお客さんですか。ほうほう、一緒に探してもらえませんか。
畑の様子を見に行って家に戻って、そっからここに来た。こっち側になんかあんな、え、なんか光った、え、待って、光り方完璧じゃん。光り方いいよ、光り方が素晴らしい。しまった、すげえ。はい、じゃあもうね、ちょっとあの早いところ、あの我々としてはね、青鬼と戦いたいんだけど、ここまで青鬼の要素が一個もない。いや、一個はあった。せ、おい、お客様、当宿100人目のお客様となります。ほう、やったぜ。なるか、普通疑うべきだ。そうそうそう、たけし、お前はすごい、お前が一番いい。違う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 。え、たけし以外なんでみんなこんなさ、能天気にいられんだ。リラックスできました、また来ます。北の洞窟に近づく。おお、明らかに青さん、青さん、どうも青さん。クリーニング。おい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 、ちょっと考えます。ちょっと待って、この分岐マジでやばいぞ。この分岐ってことは、要はこれで明らかにやばい、全てが変わる可能性がある。ね、青鬼だから青い石にしておきます。ほう、やばくね。大丈夫これ。この分岐があるってことは、要はハッピーエンドもあるけどバッドエンドもあんじゃない、もしかしたらさ。外から鍵がかかっているようです。おい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 、ガスガス、おかしいぞ。おい、よくやったら、ちょっとこれ最近、え、はめやがったな。ちょっとせ、ちょっとせ、お前マジでぶっ飛ばすかんな。お前お前マジでお前見っけた、お前ぶっ飛ばすかんな。青い宝石、青い宝石、青い宝石があるよ。卓道じゃない、これ。待て待て、なんか落ちてんな。あ、何、わざわざ教えてくれ。違う、何か落ちているって言って、でこれでそのセーブをしてくれって言ってるってことは、明らかに取ったら来るな。おい、なんだよお前、アイテムちゃうんかい。使うこれ。え、火事やん。なんかさ、青くさ血塗られてない、青すぎん。え、え、はあ、え、何さっきの、え、危ねえ。さっきの、早い早いスピーディーだね。おやしろ、おやしろ。この先に神社が見えます、行ってみましょう。え、これは何、これ今ヒロシは何をしてるの。足跡や。あの、この足跡をたどれば皆さんの元に行けるかもしれません。なわけねえだろ。このガチャ、え、なにここ。あ、青い石や。これ合って、これ合ってるか、違う、これ青い石ってなってるけど、これ分岐だから。お、入っていきましょう。ちょっとラグいね。誰かいませんか。返事は何もないです。え、え、中を、押し込めなんだ。え、はい、というわけで本日ここまでとなります。皆さんいかがだったでしょうか。続きが気になる気持ちもわかりますが、ちょっと本日ここまでということで、というわけでね、はい、今後もあの分岐がいろいろとありますので、はい、そこら辺も注目しながらぜひお楽しみにしていてください。この動画面白いと思った方、また続きが気になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。